うわー圧巻。うわー、おい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 。200m 坂を下ってきて現れたのがこちらの門です。この奥がね、船がいっぱい。ほら、すごいいっぱいいる。ちょっと公園になってるみたいなので散策しますね。これがスクリューとポンポン。このスクリューは本物？戦艦ムツか。あ、ムツなんだ。これって石とかで傷ついたんですか？すごいね。あ、あそこの、あ、仕上げ横須賀って書いてある。あ、神戸製鋼ね。あ、そうなんだ。へー、これ41センチ四方針。じゃあ全部ムツなんですね、これはね。大和ミュージアム、タクシーじゃなければ撮らせてもらっても大丈夫ですか？そうですね、映像、こちらの映像ところもあったというのも3点ほどあるんですが、そちら以外でしたので、うん、はい、ありがとうございます。いらっしゃい。圧巻。
まってるんだね。タンタンタンで下げます。あ、下げれることもできるんだ。へえ。あ、やっぱりちゃんと1週間に1回カレーライスがあるんだ。あ、そうね。これさ、寝返り打てないよ。寝返り打てない？うわ、せーめ。はい、これでいいんだ。さっと、さっと。起床。訓練。起床だよ。訓練。あ、でもね、うん、ゆうちゃんで寝てるこの幅よりかは長い。長い。1m80cmだよ。うん。さあ、潜入です。ああ、こうなってるの。本来は。おお、すごい。右から左へ船が動いてます。これなんですよね。まあ外ですね、うん、ちょうど見える。おお、あ、お父さん。あ、回せるんだ。座ったでや。知らなかった。あのピンクの船が、あ、すごい。ワンガンだよ。はい。こっちが第一。昼間けどすごいでしょ。うん、ちょっとそうですね。だから車は同じ土地の6倍したんですけど、やっぱり前の方がよく見えますね。うん、6倍か。どういう考えたんでしょ。結構外の上げ、外の上げ、右へ回って右へ回して戻りました、前を押さえて。あー、なるほど。深さ50だから45締めてくらいで一番頭を押してくると深さ50くらいで近くると思います。で、乗った状態から深さ18って上上がって手前に引っ越す。前を押さえると下げが潜る感じだから下げから手前が下がる。で、上がるときは上げ感じで上がるから風が上がるから上がる。下がるだけですよね。朝日が上がってくると潮目が変わります。